はい、サディカゴーカー。それではですね、本日も GO の気になるタイニュース見ていこうと思います。本日2021年3月8日、ただいまの時刻11時20分です。それでは一番最初に PM2.5 見ていこうと思います。バンコク104、ライオン72。これちゃ、すごい。これ今見ました。おー、すごい。179で、場合によっては市内これ435。今日これめちゃくちゃひどいですね。はい、バンコクの中心部はこの辺りはまだまともなんですけれど、これ北の方500とかありますね。チェンライ182。うわー、すごい。はい、皆さんお気をつけください。はい、次のニュースです。在外邦人支援がいよいよ実現へ。 PJA の在外邦人支援要望等調査は回答10日までということで、いよいよ在外邦人支援が実施される段階となっております。以下の過去記事の通り、海外在住の邦人への支援は自民党の議員グループ日本の尊厳と国益を守る会の代表の青山参議院議員が中心となって、同議員グループから安倍首相への提案がなされ、その後は菅新総理へ提案がされ、具現化されつつあるものです。青山参議院議員は以下の過去記事のように、これまでにも海外在住の邦人は同じ同胞日本国内移住者と同様に支援を行うべきと主張し、その説明や情報発信を粘り強く実施しています。当初は国内同様に在外邦人にも10万円を給付する提案がされていましたが、これは現実的に不可能と判断され、改めて実現可能な案として日本人会などを通じて支援を行う案が実現しました。これを受けてタイの PJA では、 PJA 会員かどうかに関わらず、在タイの邦人の方や近隣国の在住の邦人の方へ在外邦人支援を実施することを予定しています。そこで PJA では効果的な在外邦人支援の内容を検討するために、現在の把握を目的としてタイ在住の日本国籍の方から広くご意見をいただくために、記名式のオンライン調査を実施しています。回答期限は3月10日までです。この調査は記名式で以下のフォームよりオンラインでご記入送信いただけます。PJA 会員かどうかに関わらず、在台邦人の方はご送付できますので、ぜひ回答期限までにご記入され、ご要望をお伝えください。現在までに回答いただいている傾向を見ると、シラチャヤ・パタヤにあるチョンブリ県など、タイ東部の方、そしてバンコク在住の邦人の方のご意見、ご回答が多くなっています。ぜひ他の地域の在台邦人の方も広くご意見をお寄せください。いただいたご意見は統計情報として処理された上で、今後 PJA での在外邦人支援の検討において活用させていただきます。在外邦人への特別給付金はすでに2020年に日本政府の当局からも実施は不可能と判断がされていますので、実現性を高めるためにその他の支援についてお答えください。はい、次のニュースです。新規タイ国内感染は60人、サムットサコン県が47人で最多ということで、 CCSA は3月7日午前、新規に新型コロナウイルス陽性の65人が確認されたと発表しました。新たな死亡者はいません。新規に陽性が確認された65人のうち5名はタイに入国後に隔離検疫施設で陽性が確認された人々で、国内感染には含まれません。国内感染は60人。はい、国内感染地域別ではサムットサコン47、ターク5、バトゥンタニ3、バンコク2、ナコンナヨック2、アユテア1です。3月7日の発表の時点では累計の陽性者は26,370人、死亡者85人、25,744人が回復し、541人が治療中となっております。このような状態です。
はい、次のニュースです。バンコクのプミポン橋が夜間通行止め。3月15日から9月30日タイ運輸省地方道路局によると、バンコクを流れるチャウプラヤ川に架かる2つのプミポン橋は3月15日から9月30日まで道路の再舗装のため夜間通行止めになります。第1プミポン橋と第2プミポン橋では6ヶ月間重機を配備したポリマーアスファルト補強プロジェクトを実現するため、安全確保のために午後10時から午前5時まで橋を通行することはできません。場所的にはバンコクの方からここですね、1と2サムットプラカンに抜けていく橋ですね。綺麗な橋です。はい、次のニュースです。第3波の可能性、サムットサコーンの中央エビ市場への密入国が続いている現状ということで、プラチャプキリカンの行政官は今週初めにミャンマーからの密入国者33人が逮捕されたことを明らかにしました。彼らはもちろん隔離検疫なしに第2波の発生地として悪名の高いサムットサコーン中央エビ市場や東部プラチンブリーへ送られる直前でした。警察や軍と協力して活動している県の行政局は、自然の国境を越えてタイに忍び込んだ25人のミャンマー国民を逮捕しました。彼らは4日木曜日にカオラック青いのいのパーム油農園に隠れていたところを逮捕されました。それらはプランブリーの工場とマハチャイの中央エビ市場で労働するためにブローカーによって手配された外国人労働者でした。ご存知の通り、中央エビ市場はタイの新型コロナ第2波の発生地であり、タイの経済をさらに破壊しました。発生の多くはミャンマーからの不法移民者から持ち込まれたと言われています。5日金曜日の朝にはさらに8人の違法なミャンマー移民が彼らの国に帰国しようとして捕らえられました。中央エビ市場には何か大きな闇を感じずにはいられません。緊急事態令最中にもかかわらず早々に市場を開放しようとしたり、最後の方までなかなかロックダウンがかからなかったり、不法入国の外国人労働者の手引きに多くの役人が絡んでいたりと、それでもなお不法移民労働者が送られ続ける現実、これは本当に第3波が来る可能性を秘めているかもしれません。はい、次のニュースです。チェンマイで40時間にも及ぶ立てこもり事件発生、その結末とは。はい、ということで、チェンマイ市のダウンタウンにあるコンドミニアムで40時間にも及ぶ立てこもり事件が発生しました。3人は縁起の良い車のナンバープレートを販売していると偽り、20人ほどの顧客から数百万バーツの詐欺を働いていると警察からマークされていました。スメット容疑者とその妻アナダー容疑者、さらにもう一人の妻ウィチュダー容疑者はチェンマイ市郊外のコンドミニアムの寝室で頭に銃弾を受けて死亡しているのが発見されました。3人の逮捕状はバンコクのプラカノン刑事裁判所によって発行されていました。彼らはタイに人気の縁起の良い車のナンバープレートを販売していると偽り、ウェブサイトを開いたとして被害届が出ていましたということです。多くの顧客が彼らに送金しましたが、ナンバープレートを受け取ることはありませんでした。アナダー容疑者は ATM からお金を引き出し、いわゆる受け子だったと言われています。5日木曜日の夜遅く、地元警察は逮捕状を持ってコンドミニアムに到着し、3人に警察まで同行を求めました。スメット容疑者はウィチュダー容疑者と一緒にいた3歳の娘を含む家族全員を殺すと脅迫しました。翌日、ウィチュダー容疑者の母親がコンドミニアムに来て2時間交渉した末、3歳の娘だけを釈放することに同意しました。夕方頃、
部屋の中から4発の銃弾が聞こえましたが、それらは警察に対する威嚇射撃かと感じていました。警察は明らかに武装しているスメット容疑者を刺激しないよう部屋に侵入することを差し控えていました。その間、警察は他のコンドミニアムのテナントを避難させ、スメット容疑者の隣の部屋を確保しました。しかし日暮れ頃から部屋から物騒な音がすることはありませんでした。5日金曜日の朝の午前2時頃、警察はドローンを発射し、リモートサーマルスキャンを使用して生命反応を調べました。そして翌朝、警察は部屋に押し入り、3人が死んでいるのを発見しました。スメット容疑者は妻と彼自身を撃つために9ミリのピストルを使用したと書いたメモが残っていました。県警察は3人を詐欺、マネーロンダリング及びコンピューター犯罪法違反で正式に起訴したと述べました。どうして巻き添えにして死ぬんですかね。事件を起こす男はいつもクズすぎるケースが多いように感じます。はい、僕の気になる情報です。スシローなんですが、セントラルワールドの7階で営業を開始すると言われて、Facebook のページを見てるんですが、3月3日から全く更新の方がされてないんですが、はい、3月に営業を開始するということでアップされていましたが、実際にはいつからスタートするんでしょうか。3月からスタートするんであればですね、もう現時点で3月の8日ですので、そろそろ告知の方もですねあればと思って見たんですが、まだ情報の方はないようです。近々ですね、セントラルワールドに行ってまた撮影の方をしたいと思います。本日のニュースは以上です。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も合わせてぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。